日米両政府は日米防衛協力の指針いわゆるガイドラインの見直しに伴ってグレーゾーン事態などにも迅速に対応できるようにするため自衛隊と在日アメリカ軍が日頃から緊密に情報共有や調整を行う常設の機関を置く方向で検討を進めています。今の日米ガイドラインは日本が武力攻撃を受けた場合や周辺で有事が起きた際に 自衛隊と在日アメリカ軍が情報共有や調整を行う両者の代表による日米共同調整書を活用するとしていますこれについてガイドラインの見直し作業を進めている日米の外務防衛の担当者は武力攻撃にまでは至らない侵害いわゆるグレーゾーン事態などにも迅速に対応できるようにするには有事だけではなく 日頃から緊密に情報共有や調整を行うことが必要だという認識で一致していますこのため有事に活用するとしている日米共同調整省常設の機関とした上で内閣官房や海上保安庁など関係機関の担当者も交えて定期的に情報共有を行うことを検討していますまた 日本国内で大規模な災害が起きた際にも共同調整所を拠点に連携して対応できるようにしたいとしており日米両政府がガイドラインの最終的な見直しに向けて常設化に向けた検討を具体化させることにしています。